はい、どうもセリカです。今回は青の要塞の8階、ここからチャレンジしたいと思います。一応ね、トゲとあの魔法陣が見えますね。いやー、どうしよう、本当に何にも見てない全くの初見でやっておりますので、トゲの形に注意しながら正しい魔法陣を選ぼう。バルブを解除して脱出しよう。トゲの形、正しい魔法陣、これまたメモがいるやつですか。やば、うわー、え、左上にいる、なんかの形なのかな。トゲの形に注意して、ちょっと待ってよ、何の形だ。あ、魔法陣があった。いやー、見つかった。ちょっと待って、あ、え、 C の反対みたいな、左上にバルブがあるんですよね。で、魔法陣が今下にあったんですけど、あのトゲの隙間がある方が正解とかそういうやつかな。あ、こっちもないの。あ、下しかない、下しか行けない、どういうこと。いー、待って、 3? 数字、待って、あ、いや、魔法陣がいっぱいある。あー、いや、すっごい難しい、意味がこれなんか法則がある、死なないとわかんないパターン。 S かな、これ3かな、なんかのメッセージに合ってるのか。このトゲの隙間がある方は外れっていう感じ。いや、こっちもあるしな。トゲで塞がってる方が正解とか。うわ、出た、生き地獄出た。もうこんな残酷なことありますひどい、左はダメ。いや、残酷だったな死なせてもくれないというね、自分で行きなさいみたいな、これなんだろうな、なんかの示しというか法則があるんだな。下なんだ、ここ、どうやって行く。あった、タバルブが1個目、これで1個目か。今のは下が正解ってことでいいのかな。あー、左右ある、出た、もうここ右ダメね。いや、メモしとかないと、ひどいね、この残酷なこと。一応ね、鬼が海賊だったので、海賊拓郎で噛んでる、やってます。今のが下で、なんか S のような感じでも見えるんですよね。これがなんだ、 H か N か。一応バルブを開けて、これが1個目でしょ。あとどこだ、上にもあんのかな、怖い、あるわ、上だ。左右がダメだったから上、はっ、ちょっと待って、どっちだ、バルブない、ないのか、合ってた、左で当たり。ねえ、ちょっと待って、何回座るのこれ、やばい、さっき左だったでしょ。これもしらみつぶしに行く。まあ、バレてる、なーれだ、こっちは右か。もうメモしとこう、謎が解けない。やばい、チケット3枚では無理だった。もうメッセージがね、わかんなくて、とりあえずメモして、ここは怖い。あの、今自分が撮影してた動画をちょっと見ながらメモしてましたけども、わからないとりあえず右がダメ、左がダメって言ってやってるけど、なんか法則があるのかな。下、怖いな、ここ上でしょ。で、これが左っていうのまで分かって、怖い、ここ左でしょ。で、さっきここは左ってダメだったから、多分右、上あるかな、ない、右、あっ、で、バルブがある。ねえ、わかんない、どっちに行けばいいのか。わあ、これ2個目長、いや、わかんないな、上かな、左か、ねえビビりすぎる。ちょっとね、トゲの形がよくわかんない。ここのね、 C の反対みたいな、あの視力検査みたいな、なんかのメッセージ、ここの隙間が空いてるとこ行ったらダメなのかなとか思ったんですけど、さっきまでの自分の死んだ動画をね、見ながらやってたら、バルブと反対側、バルブがあるとこはバルブと反対側が出口っぽいような気はしたんですけど、これはなんだ、なんて書かれて、ここ右ですよね。で、ここにバルブがあって、待って、お願い、謎も解けない。一応これが2個目で、バルブの反対側が出口かなっていう気もしてるんで、ちょっとそっちがねえ。やっぱそうかな、違うのかな。 G、E、E、 わからん。いやー、バレた、こっち来るのか。あー、待って、
かかるな。もう死ねばいいんでしょ死ねばゴールに行けるんでしょ。チケット3枚だからな、謎解いて行きたかったんですけど、わからないので、多分なんか法則があると思うんですけど、下下上左右みたいな感じなんですよね。その先はちょっとまだわからない。下下上、これ L かな。左、いや右、右出たなんかこうバイキンの形みたいなやつ、わかんないな。でバルブを押したら、バルブと反対側が正解っぽいような気がしたので、これでさっき左に行ったら行けたんですよね。で、ここだ。ここで、なんで死んだ？一人出てきたよ、なんか赤いの。嘘でしょ、追っかけてきた？マジで。やばいな、なんかクリアできる気がしないんだけど。まだあと何個かあるのかな。とりあえずここは、下でしょ？もうこれもね、なんかすぐバレる。ここむずい。で、バルブがここにあって、で、これが上なんですよね。バルブと反対側に行ってますな。多分なんか法則があると思うんですけど、わかんない。左右ダメだったから、上に行く。で、これも、左だ、右がダメだったので、バレてる。左に行くでしょ？危ないよ、危ないよ、お願いお願いお願いで、これが左がダメだったから右でしょ？で、なんかこれ、ドクターマリオのバイキンみたいに見えるんですけど、とりあえず右を押してバルブ。で、バルブと反対側に確か行けたと思うんですけど、多分なんかのメッセージはあると思うんですけど、待て待て待て、やだ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 、オッケー。で、左側行きますよ。だ、だ、こう待って、ここさっき下から、ニョキッと出てきてめっちゃ怖かった。いや、バレるんだ。ねえ、バレるバレるバレる。やだー、ちょっと難しいって。はぁ。意味がわからないけど、まあ、とりあえずあそこら辺までは行けたんで、メモ通りに行きます。下行って、これもなんか S なのかな。繋ぎ合わせたらなんかのメッセージになるのか、トゲとトゲの隙間がある方が外れとか、もうよくわかんないけど、とりあえずここ上でしょで、これが L にも見えるけど、トゲの壁がある方が、あれなのかな。いや、違うな。ここ右だったんで右でしょ。で、バルブ開けて左に行ったんだよね、確か。ねえ、難しい。ほんと、トゲとあの人が結構えぐい。感度がえぐい。すぐバレるよ。なんか反応が。いや、やだ、ここでバレてるとさ、下から上がってくる。この人めっちゃむずいんだけど。1、2、怖い怖い怖い。怖い、いけない。いけ、いけ！よし。隙間大丈夫ね。よし、とりあえずバルブを開けて、これが3個目。怖い。隙間で行こう。これを押してバルブと反対の右に行ってみます、とりあえずは。開いたでしょ？鬼が出ちゃう。鬼が出てきちゃう。3つ開いたら鬼が出ちゃうよ。これ、出てくるとかないよね、ここで。正解。あ、よかった。スイッチが出ないと出てこないのね。上の上わかんない。よし、来た。いや、めっちゃやばいな、8回。8回はこれ初見では、運がいいか、なんか、トゲの謎を解かれたら多分、すんなりいけるのかな上の U とか違うの？アップの U。あ、そういうこと？違う、この字。何？上が開いてる？違うな。わかんないけども、いけたからいいです。なんかバルブと反対側のとこに入ったら、なんかいけたっぽいです。今のところ。違うかもしれないけど。いや、むず。8回嫌だったな。いや、ちょっともう、わかんないけど、まあメモした通りいけばいけるかなっていう感じですね。はい。ありがとうございます。はい、それでは、めちゃくちゃ8回やばかったんですけど、もうこのまま9回に行こうと思います。動画がね、めちゃくちゃ長くなるかもしれない。苦戦により。はい。ここも難しいのかな？ちょっと事前情報なしで、全く何にも見ずに、やろうと思ってるので、自力で行けたらいいなという感じ。石像をうまく床スイッチに運ぼう。え？間違えたルートで滑るとトゲに当たるぞ。ねえ、また？やばいんですけど、見えない。バルブ3つ。一応ね、この雪の子みたいので来ましたけど。怖すぎ。どこにあるの？あ、とりあえず石像で止まれるからいいのか。あ、スイッチがある。いい？わ、トゲだらけ。ちょっと待って。え？積んだ。もう積んだ。ねえ。
ちょっと見えた。あ、すぐそこにあった出口が。いけるかなこれ。やばいね。8階で結構時間使っちゃって。待ってよ、どうやって行くの？ここでペンギン、あ、怖い怖い、トゲ。あ、いけた。もう、クマがいる。白クマがいた。待って、石像がない。どういうこと？どっち？どっち？こっち？あった。え？ここか。え？え？どういうこと？ああ、なんか積んだっぽいぞ。積んだ。わからんすぎる。積みました。あ、無理だよね、これ。無理だ。ここに持ってくるってこと？どうやって持ってくんの？右は無理？左か。無理。これバルブ3つ分あるってこと？見えないやつが。難しすぎないこれ。とりあえずここはいいでしょ。でもここにバルブはないんですよね。ここがないのよ。で、ここで上にあったから、どうやって行けば、でも左からしか行けないでしょ。で、これを左側に持ってきたいの。どうやって持ってくの？どうやって左に持ってくの？やばい、動かない。いや、無理だ。どうやって左にやるんだろうか。はー、むずい。うん。ここがね、まだわからないんですよね。左から行くのは確実で。上か、こうか。で、こうだ。むずい。すぐ詰みそう。もう一個？もう一個か。いや、どうやって戻れる？危な。もう一個だね。あ、なるほど、こうか。いけた、バルブあった。これで一個目。やばい。先が思いやられる。まだあるんでしょ、謎のやつが。うわ、石像ある。見えないな。押しちゃった。これはもう、はぁ。あ、ここか。左側か。もう積んだもんね、これ。積んだよ。ここだ。誰か押してくんないかな。ペンギン動かないよね。あー、無理。これ。うん、無理。ここなんだよね。左から押さなきゃいけないのか。こう回って。違うな。右か。こっちか。こっちから押せばいいのか。よいしょ、よいしょ。もう一個？あ、ここだね。で、あ、下から押せばいいのか。オッケー。で、どうやって出るのこれ。怖い怖い。あった、よかった。よかった。オッケー、3個目。これでバルブ、2個目。むずいんですが。ね、氷とトゲとさ、やばくないかこれ。よし、アイスマン頑張れ。出たー！むずい！もうむずい！じゃあ頭が回んないよ。左はダメ。右か。右に押すしかないですね。ここしかないよね。どうやってこれ、上に上げて下か。どうやってやるのこれ。どうやってやるの？あ、ダメだ。トゲる。待って。どうやってやるのこれ。いや、これ何？どうやってやるんだ？とりあえず、右側から上に上げるっぽいんですけど、どうやって下ろすかなんですよね。こうやって、ここからどうやって左に押すの？こうか！押しちゃうよ、一瞬で！こういうことか！いや、むずい！これ3個目！待って、鬼が出るな。鬼が出そう。怖い。ここな、くまモンの、うわ、出た！くまモンのあれみたい。うわ、スイッチめっちゃあるな。これまたあるわ、そうだ。出すんでしょ、中から。どうやって入るのこれ。どうやって入るのこっちか。どれがどれだ。まだ出ないよね、さすがに。怖すぎる。で、これが、これどうやって押すんだ。こうだね。その技術は持ってなかった。で、どういうこと？一番目が開いて、真ん中下っていう感じか。だからこの石像また使うんだ。どうやって押すのこれ。どうやって押すの？どうやって厚み？そう、これ下降りたら。押せない？どうしたらいいの？左に持ってくるのはどう？わかんない。いや、違うな。あ、ダメだ。あ、いける？いけるのか？ねえ、わかんないな。ちょっと待って、マジわかんない。あ、こうか。こうか。
違うね。いいんだよね。あ、まあ、大喜利来てる。こうだ。あー、むずい。あれ、どうやったんだっけ。あー、押しちゃったよ。これは大丈夫なのか。まだ生きてる。いやー、大喜利が来てる。見えない氷。こうでしょ。右側どうやって戻せばいい。はー、いや、わかった。なんとなくやることはわかった。左右の石像を出して、こっちからやった方がいいか。石像を出して、ここに乗せて、最後逃げる、ここですね。ここから出して、おい、これ積みそう。怖いねー。ここで、これが難しいよ。よいしょ。で、どうやって戻るんだ。下の石像を右に持ってきたいんですが、どうやってんだっけ。え、どうやって右に行くんだ。こうか。もうそんなのも難しいんですけど。よし、よし。で、これで右側の、ここだね。石像を出して、くまモンの、遺跡の一番上の、ちょっと、簡単なやつ。トゲが少なめなやつ。で、最後真ん中か。出るぞ、出る、出る、出る。こうですね。ここの行き方がよくわかんないな。で、最後真ん中押したら出てくると。よし、わかったぞ。やることはわかった。ねえ、どうやってやるの。こうか。出るんでしょ、出るんでしょ、そういうことでしょ。どうすればいい。え、待って、押しちゃった、なんか押しちゃった。ああ、待って、ああ、待って、待って、待って。門閉じちゃった。やだ、やだ、やだ。もう、わかった。もうわかった。よし、もうやることはわかったんですけど、8階の方が難しかったな。なんか、わかんない声で言うと。こっちはまあ、くまモンのことを思い出せば、なんとかやり方はわか、終わった。よし、もうね、ここ何回もやったんで、スムーズにいけるようになりました。恥ずかしながら結構死んでますのと、自分のね、撮影した動画をちょっとチェックしながらルートを覚えたので、こっちですね。で、ここがひょいっといって、下ろすと、ちょっと上手くなってるでしょ。カットしてると思うんですけど、めちゃくちゃやってるんで、ここ。1回、2回、3回、4回ぐらいまで、謎が解けるまでね、だんだん、慣れちゃうよね。とりあえずメモをしなくても、まあ、なんとなくっていう感じで、いけてるんで、時間空いたらまたできなくなりそうなんですけど、これは左側に押して、下から押して、よし。いや、よく考えるよね、これ。ペンギンが可愛いんで、まだ大丈夫。で、ここをまっすぐ行って、2個目のバルブを開けて、これが、9階でしょ？で、これを、どうだ？こっちか。こう行って、右側に出して、で、下から、このひょいという技術がいるんですよ。このひょいがね、難しい。よし、で、これ、行き過ぎたら積むからね。くまモンの、あれよりまだマシかな、ここの方が。まだマシですよ。オッケーで、鬼がいるから、で、これを積んだら終わりなんで、慎重に行きたいと思います。入ってからも積みやすいんでね。おまかしたか、ここだ。よいしょ。で、出したのを、ここの左側に置くと。よいしょ。ここがさ、押しちゃう。で、下のやつを、こうですね。一番右に持ってって、右のスイッチの石像をまた出すと。よいしょ。いや、もうこのぐらいのサイズでちょうどいい。クマモンのやつ結構広かったんで、苗具合がひどかった。まだマシですね、こっち。で、これを右側のあそこに、ここでひょいっとやって、で、最後、石像を真ん中に持っていって、避けていくと。これで多分ゴールですね。いや、もう、つらっ。どうやって出るんだ。押しちゃいそうだな。こうか。もう。よいしょ。出るよ、出るよ。出ますよ。ここで押しちゃうからな。よいしょ。いい、いける、いける、いける。あー、終わった。やっと9回。いや、初見ではきつかったな。見えないっていうのと、死なないとっていうのと、自分の撮影した動画を見ながらチェックしたっていう感じですね。8回、9回は。いや、長くなってしまったので、10回はまた別の動画にしようかなと思います。とりあえずは、いや、難しかったですけど、簡単なのかな？超難関でした、8回、9回。とりあえずは突破ということで、動画をおしまいにしたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまた。